こんにちは。あなたはプラスメッセージというアプリを知っていますかこのアプリなんですけれども、いわゆるメッセージアプリで LINE のようなものです。LINE に対抗するために NTT ドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯電話大手3社が協力して作りました。もともとこのアプリ、通信大手3キャリアの利用者しか使えないものだったんですけれども、3社の MVNO 利用者や ワイモバイル、ラインモダルなどの利用者にも順次使えるようにするそうです。今私は IIJMEO でドコモ回線を利用しています。ですので、プラスメッセージを使えるようになりました。ですので今回、プラスメッセージをインストールして使ってみました。まず最初にプラスメッセージがどんなアプリかを簡単に紹介したいと思います。 基本的にプラスメッセージは従来の SMS の進化版のアプリと言えます。テキスト文字数が2730文字まで送れたり、写真、動画なども送れます。またグループメッセージもできますし、音声でメッセージも送れます。LINE のように ID やパスワードは不要で、電話番号さえあれば使うことが可能です。そのため機種変更しても電話番号が同じであれば、 やり取りができますまたプラスメッセージの通信料金なんですけどもモバイル通信で利用する場合パケット料金がかかりますただある程度のギガ数でデータ通信契約しているなら余計に料金がかかることはほぼないと思われますまた Wi-Fi での利用なら通信料金は一切かかりません それでは実際にプラスメッセージをインストールしていきたいと思います。こちらの動画をご覧ください。 いかがでしたでしょうか。個人的にプラスメッセージの一番のメリットは、余計な料金がかからないことですね。SMS の場合は、受信時に料金はかからないんですけども、送信時には数円ほどかかります。しかし、プラスメッセージはパケット料金がかかる仕組みですので、実質無料でメッセージ送信が可能です。このプラスメッセージの使い勝手なんですけども、実際に使ってみて、 SMS と同じことができますので不便は感じませんね。過去に SMS で送受信したメッセージもそのままま読めますですので今まで使っていたメッセージアプリからの移行がとてもスムーズです。今回 m v n にもプラスメッセージを解禁したのは利用者を広めたいからでしょうね。果たして先行する LINE に追いつけるでしょうか今回の動画はこれでおしまいです。ご視聴ありがとうございました。